初代サザーランド公爵、ジョージ・グランビル・ルーソン・ゴアは、イギリスの外交官、政治家、貴族、大事主。1758年から1786年に、かけてはトレンタム主爵。1786年から1803年までは、ゴア伯爵の儀礼称号で称された。1803年に、スタッフ,フォード公爵を継承し、1833年には、 サザーランド公爵に助せられた。1758年1月9日、第2代、ゴア伯爵グランビル・ルーソン・ゴアと、その2番目の妻、ルイーザの間の長男として、ロンドン・アリントン・ストリートに生まれる。ウェストミンスター・スクールを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。大学を出た後、グランドツアーを行った。1778年9月に、 入滑するイコールアンダーイコールライム選挙区から庶民委員議員に初当選した。1784年の総選挙で落選して一時議席を失うも、1787年にはスタッフ,フォードシャー選挙区から再選される。1790年にはそれまで外交関係歴がないにもかかわらず、フランス革命後のフランスに中フランス大使として派遣された。フランス滞在中、 彼の妻19代サザーランド女白爵エリザベスは、マリー・アントワネットと信仰を結んだ。しかし、結局1793年には、英国大使館は撤収することになった。1799年には、繰り上げ直所によりまだ父が、存命ながら、ご和断爵を一足早く継承して、庶民院議員から貴族院議員に転じた。1803年10月26日には、 父が死去し、スタッフ,フォード公爵位を継承。さらに1833年1月28日には、サザーランド公爵に助せられた。イングランドとスコットランドに莫大な土地を所有する、英国有数の王子主だった。フランス革命と戦争で、英国の業が大きく発展したのに伴い、彼の時代収入は1802年からの13年間で5万5千ポンド弱から20万ポンドにも、 急増している。そのため、チャールズ・グレビルは彼について、富のリバイアさん、最も富裕な個人と評した。その資金を元手に百0 0万エーカーに近いスコットランド、高地帯の所領の開発を推進した。この開発を熱心に推進したのは、妻エリザベスだったという。1833年7月19日に死去した。1785年9月に、第18代。 サザーランド伯爵ウィリアム・ゴードンの娘第19代、サザーランド女伯爵エリザベスと結婚。彼女との間に以下の4項を設ける。ありがとうございます。